エルヴィンどうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は、そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人に、それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。おいおい、一大事だね。さあ行くよ。敵の数はどうだ？まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか？あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目！これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落は、すなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。いな、心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。私も行くわ。今一度心臓を捧げよう。よろしくな。僕も行くよ。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。救援の援団か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。Yeah.
代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。やっし。戦してるの？もう世話の焼ける。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。まだ破られていないな。このまま維持せよ。やっし。やっし。たっくっ。巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む！防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。頼んだぞ。よろしくな。任せなさい。やっと、やっと、よし、無事に拠点を設営できたぞ。頼んだぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。この縁談、助けが必要だな。やれるぞ。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。なんとかして切り抜けないと。やれるぞ。頼んだぞ。分かったよ。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。いけ。できたぞ。やれるぞ。ありがとう。おかげで助かったよ。僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。
優勢です。これで終わるとは思え。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。シン、シン、こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長、見ていろ獣の巨人。お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。このままでは防衛線を突破される。何としても死せよ。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。お前らと決着をつけられる時が来たみてえだな。タッシン、はい、アルミン頼んだぞ。分かった。やっ、もう迷いはない。今度こそは必ず殺す。悪いけど、君の好きなようにはさせない。巨人の足を止めた。
らしく。あれは。やはりそれが狙いか。リヴァイ。おい、待て、エレン。エレン。奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。やるんだ。こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。早く行かないと手遅れに。私たちがライナーを止める。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。獣の巨人も引いたか。深追いはしなくていい。作戦終了だ。急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。待って、何するつもり？この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で、
強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。